こんにちは。デイトレ塾、良平です。今日もですね、取引の内容をちょっとお話ししていきたいんですが、まあちょっといつもより遅いです。11時半っていうここ表示出てますけど、実際今ですね、11時51分ですね。で、まあ前場終わってからの、録画になります。というのも、ちょっとこう、忙しかったのもあるんですが、まあ、ちょっと、全部の取引を言うとちょっと時間かかってしまうと思うんで、ちょっとピックアップします。まずこれ、9時半を境にその前まで、つまり暴落が始まる前ですね。そこまでで取ったのがこのデータセクションです。これ702円です。で、刺して1回飲まれてるので、まあ、飲まれたので、その欲張る権利なしってことで1000円のみ。で、それからもう一つがですね、昨日からちょっと、チャレンジしている雰囲気でいけると思ったら100株とりあえず行こうっていうので、ここですね。ほぼ最安値のところで100株買って、で、これ戻り最高値で売れてるんで、これ100株で一応1200円取れてるんで、データセクション500株だったんですけど、それより取れてるんですよね。ただもちろん、そんなことやってて何の意味があるのっていう、声も聞こえてくるかもしれません。で、実際私もそう思っています。だからあくまで、これは3、まあ、少なくとも400株、500株ぐらい入るための、まあ、勇気づけの一つの、まあ、一環ですね。いつまでも100株でやるんじゃなくて、まあ、自分で考えたこと、直感的に思ったこと、もっと正しいんだから自信を持って入りましょうねっていうふうに自分に言い聞かせたい。そういう気持ちでやっています。まあ、なかなか精神面って一旦弱気になるとなかなか戻らないんで、まあ、そういう部分ですかね。で、それでですね、9時30分のところなんですが、実はこれ今日私ツイートしています、これ。見ての通り9時30分ですよね。9時30分。今日の6月26日、今日の9時30分。ちょっとですね、マザーズ指数と、まあ、ちょっと内容読みましょう。雰囲気おかしい。今日雰囲気おかしいよ。おかしいおかしい。今マザーズプラス10ポイントだけど、なんかやばい気がするんだよなって、まあ、それだけなんですけど、9時30分の段階で、マザーズ指数を見てみると、ここの大陰線がですね、まあ、9時半から始まってるんで、まあ、9時30分にツイートしてるってことは、まさにこの入り口のこの辺でツイートしたってことなんですが、何もこれをどやりたくて話してるわけじゃないんですよ。ここ上がってるんですけど、まあ、私のその、なんていうんですか、監視銘柄、ポートフォリオとは言わないんだっけ、なんかその監視銘柄の180、190銘柄って、まあ、極力こう指数連動しやすい銘柄を集めているんですが、まあ結構緑に光ってたんですよ。つまり弱気を示していたんですね。結構な頻度で。しかも全体的に一気に緑に光るケースも多かったんですよ。でもその30分間上げてるんですよね。まあもちろんそのバイオ、そのアンジェスだったりとかのその強い銘柄が上に牽引してるっていうのがもちろんわかるんですけど、ただその、つまりは限られた銘柄が上に向かっていった。まあ創世もそうですね。強くなっていて、それが引き上げているだけで、あとメルカリも上だったのかな。だから時価総額が高い銘柄が上がっていくけど、全体を見るとやっぱり、一気に緑に光るケースが多いってことは、それなりに一斉に売られるタイミングがここまで、この30分間も多かったんですよ。まあだから簡単に言えばもう雰囲気なんですよ。雰囲気的に弱さしか感じない上昇だったんですね。で、だから、牽引してた大型株が崩れ出せば、もう何も止める要素がないっていうぐらいに下がっていくっていうので、まあ、ここから見ると1時間半、まあ、2時間ぐらいですかね。それで、20何ポイントで下がったわけですよね。まあ、結構な下落だったと思います。で、だから私がよく言う雰囲気なんですっていうのってもうこれしかないんで、まあ、濁してるつもりもないけど、じゃあ雰囲気って具体的に何なのって言ったら、なかなか説明できなくって。まあ、今説明しましたけど、その指数の割に全体は弱気を示していた。で、じゃあ何を根拠にって言ったら、まあ、強い銘柄が上に行ってるだけで、他は全体的に弱く感じたんだと。じゃあもう少し掘り下げてみて言われると、もうそこから先何かよくわからないんですよ、自分でも。だから雰囲気になっちゃうんですね。だからそういう意味では、何も濁さずとも雰囲気としか言えないし、で、加えて言うとこの雰囲気っていうものを分かっていただければ、結構有利に、いろんなものが有利になるっていうことも分かっていただけると思うんですね。まあもちろんその、私ツイッターでそういうことを頻繁には話さないんですが、まあもしよかったらフォローしておいていただけると、嬉しいです。で、まあその、実際ですね、もしこれで下がるかもしれないって恐れて、で、実際これでが、じゃあ、こうなったとするじゃないですか。
で、その時どうなのって言ったら、実際買ってるわけじゃないから、まあ、空売りするわけじゃないから、実存ないんですよ。機会損失にはなると思うんですけど、怖いと思わなければここで買えてたのに、みたいな。でも実存じゃないから。で、ただ、上に上がると思って、下がった場合、もう大損ですよね、それって。だからまあ私多分上に上がるみたい、上がると思うみたいなツイートは多分あんまりしほぼしないと思うんですよ。誰かに迷惑かけたくもないので。で、ただこういうふうに予想するっていう、まあ危ないかな、危険かなって思った時は時々書いたりするんで、まあそういう時に同じ感覚を持つのか、もちろん私が正しいわけじゃないんですよ。私も、わ、なんだよ、結局上かよってことはやっぱりいっぱいありますので、まあそういうのを毎回、肌で感じながら、まあ答え合わせもしながらやっていく。これってやっぱり大事な作業だと思います。なので、ちょっとこう全体相場、指数相場を感じる練習っていうのは、まあ今日みたいな日にできると、まあすごいいいんじゃないかなと思います。で、あと一個、取引をご紹介します。これはですね、まあこういうブランディングテクノロジーですね。まあほとんど動きがない。まあデイトレするにあたってこんなの必要あるの？って言われるレベルなんですけど、まあ拾ったのここです。で、これはですね、もう見ました。もう当然これを事前に指値入れるほど私も余力を使おうと思わないんで、ですね、まあ、実際この1440まで落ちて、その後1450まで戻したところで、指値を入れたんですが、これはですね、ちょっと前に1506円になってるのを見ました。ここで気づくやしていたんですよ。で、実はこれ数日前に1513円ぐらいで指値入れた時があります。多分この日かな？この日ぐらいか。この日かもしれないですね。で、それを覚えてたので、まあ、1500円まで来たってことは結構、まあ、この日の上げを結構台無しに仕掛けてるなっていうのがあって、まあ、それでちょっと、どうしようかなと思ったけど、まあ、いっかと。まあ、暴落初動で他にもっといろんなところが、出てくるだろう。買うべき場所が出てくるだろうと思ったんで待ってたんですが、まあ、さすがにその1506円を見た次5分後ぐらいに1450っていう数字を見せられれば、まあ、当然入れたくなるんで。で、ただこれ難しいんですけど、やっぱりその、出来高も少ない銘柄なんで、自分が例えば300株から500株とか欲しくて入れちゃうと、それである子が上に戻しちゃったりするんで、これ本当に入れ方が難しいんですよ。だから一応私1456、平均がですね、1453.5って出てたんですけど、それで200株買ってるんです。ただこの200もだから同じ場所に200入れるんじゃなくて100、100って散らしたんですよ。で、まあ買えなかったらそれでいいと思って。でもそしたらパパッと一瞬で買えて、ですぐ戻ったんで、これまた今度売り方も難しいんですね。売りを入れない状態なら結構上値買ってくれるんですけど、自分が入れるとその下にある子が入ってきちゃったりするんで、まあ、どっかで折り合いをつけなきゃいけないんですよ。で、まずはこの1476かな。ここで売りました。で、その後、ここの時間なんですけど、ここで大体マザーズの暴落結構きついのが来ちゃったんで、この1462ですね。だからこっちは全然利益にならなかったんですよ。でもまあ、一旦外しておこうと思って外しました。で、その後一回下がってるんで、まあ、これも、まあ慌てて逃げる必要があったかどうかちょっとわからないですけどね。もともとこのえぐいのを先に先行してえぐいのが来た銘柄って、その後そんなにひどくならないケースも多いんで。まあただ他にもね、ボコボコ刺さり出したんで、はい、このようなやり方になりました。で、今日残りの銘柄、まあ刺さっては2、3000円抜いてっていうふうにやってたんですけど、まあなかなかうまくいかないですね。一気に下がってくるケースが少ないのと、あとやっぱり戻りの意識がちょっと今日弱かったイメージがあります。まあ、例えばですね、ホットリンクのこれ、私これずっと指してたのは502に1000株入れてたんですけど、これ変えた瞬間、あ、もらったと思ったんですよ、久々で。で、もらったと思って、確かに4000円すぐ含み損出てたん、あ、含み益出てたんですけど、ほんと10秒見てたら、もう1個貫かれちゃったんですよ。まあ、これでだから儲ける権利なしで結局1000円の利確なんですけど、まあ、ちょっとその、やっぱバランスですね。もう一個はシェアリングもなんですけど、これも何回かやってるんですけど、これも変えた瞬間に、よし、もらったって思ったところは結構あったんですよ。例えばこれ408円なんですけど、406円まで一回行って、で、戻って、結局もう一回活かされたから、もう無理かと思って、409と10で売っちゃってるんですけど、まあ、いつもと比べるとやっぱり反発も弱い。で、ただやっぱり買い差し値がそこまで精度は狂ってないからなんとかなってるだけに過ぎないっていうので、まあごまかしごまかしっていう、まあちょっと自分で自分を卑下するのもあれなんですけど、本当にごまかしごまかしな感じかなっていうのが正直今日はあります。
で、じゃあちょっと、あれですね。これかな？はい。まあこれ、まあここまでの成績1万2000円なんですけど、まあ、389万、387万9000円使ってるんで、まあちょっと使ってますよね。その割に結果が出てないって。このリボミックの下に多分ブランディングがあって終わりなんですね。はい。これで終わりですね。まあちょっと5番も、いじるかどうかちょっとわからないんですけど、今こんな流れです。はい。まあ一応今日はね、あんまトレードの内容というよりは、指数のを肌で感じる、そのあたりをちょっとぜひ参考にしていただければと思います。まあ一応その下の概要欄にあれをメインチャンネルの方で話している、180銘柄の同時監視。これが私の指数を感じるための、まあ秘策というかもう完全に肝となっている部分です。このトレード環境をなくして、この肌で感じるっていうものは絶対にありえない。私の中ではありえないことなので、この監視ツールがあるからこそ、この9時半にこのツイートができた。まあ、この9時半にツイートをしている以上ですね。まあ、実際自分が感じてるのは9時25分とか26分とか、まあ、ツイートする前なんでもちろん。だから結構早い段階からそういう雰囲気は感じることができていたっていうことになります。まあ、よかったら、トレード環境って、まあ、もちろんその慣れたものを皆さん使ってると思いますけど、まあ、なんていうんですかね。注文ツールと違って、トレードの監視するものに関しては、そんな変わってもそんなに、支障はないと思うんで、まあ、もしその指数を感じるとか、状況の変化を敏感に感じたいと、そういうふうに思ってくださったら、少し参考にしていただけるといいかなと思います。もう一度言いますけど、下の概要欄に貼っておきますので、まあ、それはメインチャンネルの方になります。よかったら、見ていただき、高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、また、月曜以降にこのチャンネルも更新していこうと思います。聞いてくださってありがとうございました。